ポルシェ 962CK6 クレマーレーシングはドイツのケルンを拠点とするモータースポーツチームでレーシングドライバーのアーウィン・クレマーと弟のマンフレットによって1962年に設立された。彼らはほぼ全てにおいてポルシェで国際レースに参戦しており、ある時期にはブルンモータースポーツ、ヨーストレーシングと並んでポルシェの三強と並び称されることもあった。 チームはポルシェでのレース参戦に加えてファクトリーからワークスマシンを手に入れることができなかったプライベートチームに彼らが改良を施したポルシェのレースカーの販売も行った。クレマーの最大の功績はドライバーのクラウス・ルート・ビヒとアメリカ人の兄弟ドン・トビル・ウィッチントンと共に独自開発した。 ポルシェ 935K3 で1979年のルマン24時間レースで勝利した。その後、1995年デートナ24時間レースでドライバーのヨルゲンレシグ、クリストフ・ブシュー、ジョバンニ・ラバッチ、マルコ・ベルナーと共にクレマー系8スパイダーで総合優勝した。ルマン24時間レースでは1970年から1996年の 間で20回近くトップ10にランクインした。日本からは、高橋国光、岡田秀樹らが、ポルシェ 962CK6 をドライブした。1994年、ホンダが NSX で、ルマン24時間レースに、初参戦の際には、耐久レースで実績を持つクレマーレーシングに、チーム運営を任せ、相次ぐ、駆動系トラブルに苦しみながらも、総合14、16、 18位と全社完走した。1997年のルマンには、ポルシェ 911GT1 で参戦した。創設者アーウィンは2006年に亡くなり、弟のマンフレットが2008年に買い戻した後、マネージングディレクターの上澤が、チームの指揮を取り、2010年に企業家兼、レーシングドライバーのエヴァハルトエーァウナハに売却され、現在に至る。 クレマー 935K3 クレマー 962CK6 クレマー K8 スパイダー1970年代にクレマーは最初にポルシェ911、914から 6GT および934を改良した。その後、935でクレマーは改良したモデルを K で指定し始め、その後に改良順に番号が続いた。8台の車が そのように改良された。クレマーはまた、1981年のルーマン24時間レースで使用するために自社製作の917を製作した。ポルシェから供給されたスペアと追加の補強を施した新しいクレマー製のスペースフレームを組み合わせて構築されていた。1990年代には 911GT1 と GT にも改良を施した。 ありがとうございます。